24歳、さいたま市の住まいのよしこさんなんですけどね、キングヌーの井口悟さんとポルノグラフィティ岡野さんのデュオが、岡野さんの YouTube で見る、さらに笑えて楽しかったです。井口さんのね、オールナイト日本ゼロで岡野さんが急に登場して、2人で壮大に歌っていましたし、おい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 、死亡したのは3人で、今日は北海道、福井、福岡でも合わせて5人の死亡が発表されていて、これで国内の死者は148人。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減少した世帯への30万円の現金給付について、菅官房長官は給付対象を